休み以降校庭に出るとは亡くなった方を昔あのゴミ箱の第八車にこう囲いをつけてそれにこう遺体が収容されてこう搬出されるんですね。私はあの新興全国民学校の3年生でした。ちょうど夏休みでしてその日は天気が良かったもんですから、まあ、自分の家でまあブラブラしてたんですね。で家族は父親と母親それから妹18年生まれの妹でした。で爆音が聞こえたもんですから母親が敵や男を言うんですね。ですけどまあ私は別にそのこんなひどい爆弾が落ちると思わないもんですからまあ平気に乗ってたんですけど、いきなりこう閃光が走ったんですね。私の家はあの立山の方の山陰ですから直接は放射に光が来なかったんですけど、それこそもう昼間を何倍もしたような明るさで、びっくりしまして家の中飛び込んで、でまあ母親と妹と3人で物陰にこうつくまってたんですね。でこう面白いのは音が全然記憶がないんですね。音の記憶が全くないんです。それでその家外へ出てみたんですが、あの通りに面したガラスは皆割れてまして、そして通りにはですね頭から真っ赤な口を出して手をこう曲げてですかね、手をやられたんでしょうか。そういう人がおられて、そういう人が何人かおられたんです。まあ、道路に物が散在するという状況ではなかったと思うんですね。で幸いまあ家族全然無傷 で父親はたまたまあの疎開先の疎開を予定してたあの東長崎の方ですね、そこの日々のトンネルの下の方に行ってました。で途中でそうですね、やっぱり負傷した方にお会いして、特に今の桜町小学校ですか、勝山小学校の横を通るときに兵隊さんがこう水ぶくれの顔の人がおられるし、それから女性がやっぱり火ぶくれの人がすれ違う。あのその時刻はまだ火は近づいてきてなかったと。爆弾が落ちてすぐの時はその私たちがいる今の魚の町ですが、火災の傾向は全くありませんでした。で私たちがこう火に気づいたのは丸馬場の防空壕について、あそこからこうあの頃はまだビルがなかったので港がこう見渡せるわけですね。そうすると正面にあの迷彩を施した県庁が見えまして、その県庁の窓からですね火がちょろちょろと出始めまして、そこにこうホースをかけてる姿がまあ見えたんですけどね。それが何時頃だったか全然覚えてないんですが、それがだん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 こう広がって炎症して、そして夕方にはだんだん火が近づいてくるというのが分かったんですね。学校が始まるわけですが、学校へ行ってみるとあのその新興全国民学校がその救護所になってるわけですね。で教室がみんなそういうことですから、私たちはコンクリート校舎の階段でですね、まあ、階段教室ですね。で踊り場に先生がおられて、でそこで話されるのを私たちはこう階段に座ってキスで、右手を見るとそこはもう病室なんですね。教室が病室なんです。ですからまあ授業もなんですけど、こっちの気になるもんですからね、チラチラ見て、やっぱり先生方もこれじゃやっぱり教育上良くないというのは、昼休み以降校庭に出ると亡くなった方を昔あのゴミ箱の第八車にこう囲いをつけて、それにこう遺体が収容されてこう搬出されるんですね。そういうのをこう、まあ、目にする、
ということで、やっぱり教育環境としてですね、よろしくないということで、交代時ですね、交代時の方に学校に移りまして、そこで、3年生、4年生、5年生、6年生のちょうど卒業する頃に、その新興前のコンクリートの校舎の裏側に木造の校舎ができまして、でそこでその卒業式を迎えました。もう最初の時期はもう目の前で遺体を焼くような状況をご覧になってたと。そうですね、今覚えてるのは今の市民会館の ところは強制疎開で空き地になってたんですね。今ちょうど証券の前ぐらいになると思うんですが、大きなクスの木があって、そこへですね、やはりその車で運んできた、大丈夫で運んできた遺体が出されてですね、ちょうどその親子みたいな感じですよね。太ったお父さんと綺麗な着物を着た娘さんがこう置かれて、細かく見てなかったんですが、そこでこうダビに付されて、翌日見るとそこにこう白い骨が、実はその頃夜こう所定出るとですね、あっちこっちでそういう空き地でダビが見えるんですね。でその強制疎開で残された木材を使って亡くなった方々のそのダビがあるということで、やっぱりこう一種異常な天気でしたね。ああいう強烈な爆弾ですから、人によって違うんでしょうけどね、それぞれあるんでしょうけど、やっぱりあれはその誰も知らなかったんですね、あれほどの放射能が出るっていうこと。実験した当人自身がそれを全く知らないまま実験して、被爆者がアメリカにもたくさんおられるって話ですね。結局戦争っていうのはビジネスなんですね、投機なんですね。そうするとお金儲けしたいという人が戦争を始めるとすれば、一番こう効率のいい兵器を作り出すんですね。それがあの頃は原爆弾だったんですね。ただ今戦争のビジネスが、あるいはその植民地とか奴隷というビジネスがだんだん行き詰まりを見せている、そういう中で私は核兵器そのものの価値がですね、下がってきている。むしろそう廃棄したいんだけど、廃棄する費用がないという状況じゃないかと思うんですね。ですから私たちはその20世紀にものすごく大きな人類の実験をしたんだと。長崎を最後の被爆地にっていうの私も10年前から唱えてるんですけど、これは可視化だと思いますね。それがこう核兵器がビジネスにならないようにどうすればいいかと。やっぱりその核兵器が一つの脅しの道具になるんですよね。それがこう脅しの道具ではないというふうになっていく、そういう方向に今私は進みつつあるんじゃないかというふうに信じております。人類の未来には希望を持っていらっしゃる、はい、はい、私はそのように思います。人間の H は RGM ありますけども、 H もあるんだというふうに思っております。